漫画とかドラマとか、まあ、アニメとかでさ、はい、映画とかでさ、はい、たまにある描写、よくある描写って言ってもいい、はい、例えばなんか犯人がな、うん、どっかなんか立てこもって、はい、ガソリンをバーって撒くねん、はい、部屋の中で撒いてさ、こうライターを出してバッとライターに火つけて、うん、ガソリンに、この撒いたガソリンに火をつけるぞみたいなシーンってあるやん、はい、おかしいですよあれ。え、おかしいと思わへんやろ。だって普通にありますよね、そういうシーン。で、で、はい、でさらにそのガソリンで犯人の方はこうライターをこう火つけて持ってて、音火つけるぞってなったんやけど、犯人が火つけるつもり、脅しだけのつもりやったけど、ついついうっかりライターを落としてしまって、うん、そのライターがその床に巻いてるガソリンに落ちかけたところ、うん、主人公がザーッとこう手を伸ばし、倒れ込みながら手を伸ばしてライターをバッと受け取ってセーフみたいなのもあるやん。ある、おかしいんですよ。え、どこが？おかしくないと思うやろ、うん、あ、おかしいね。え、昔からなんかいろいろこうパッてつけると、なんかあの音楽が、あの決まった音楽 BGM が流れてきそうなやつとかでよくあるでしょ。デキデキデキ BGM デキ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 、そんな感じなの。あれおかしいね。え、根本的におかしいね。どこが？あのですね、はい、俺は危険物の免許を持ってたんやけど。え、本当に？あの仕事の関係でそのガソリンとかを扱わなあかんかったので取ったんやけど、はい、まあ、更新せえへんだら執行するんだけど、もう執行してしまったからもうないんだけど、はい、まあ一回は取ってんの、はい、だからわかるんやけど、はい、あれはおかしいね。どこが？何がおかしいかっつったら、はい、まあガソリンっつうのは、うん、そもそもマイナス20度以上で気化していくの、うん、要するにガス蒸発してガスなのな、うん、マイナス20度以上っていうことはまあ普通の環境、よっぽど冬のなんてシベリアとかじゃない限り、普通の日本やったら、日本の北海道でもよ、うん、なかなかマイナス20度にならへんやん、ね、だから日本中どこでも普通の時やったら気化するわけ、で気化したそのガス状態になるの、うん、ガソリンっていうのはもう普通の常温状態で、はい、ガスに火がつくわけ、あで爆発ドーンってなるわけ、はい、だからあんまり言いたないけどさ、うん、京都アニメーションの、はい、なん青葉容疑者が乗り込んでガソリン撒いて何十人も亡くなったっていう、うん、あれひどい事件やけど、あれもそうなんやけど、はい、巻くやんか、はい、で蒸発バンバンしてるわけ、うん、もう巻いた瞬間にバンバンガスになってるわけ、うん、ガソリンがでガスに火がつくわけな、うん、ねえっていうことは火を近づくと火をつけるぞってライターを手にかざすで火つけるライターに、うん、その瞬間爆発すねんけ、うんうんうん、そんなの落ちるもクソもないね、うん、だからあんな主人公が落ちるライターを受け取ってセーフとかはありえへんわけ、もう、うん、犯人がこうやってつけるぞってライターバシッてつけた瞬間にドーン、うん、でおそらくやで、はい、あの京都アニメーションの事件も、はい、あの容疑者は舐めとってん、そのガソリンの、はい、そのよ床に巻いて火をつけるぞって言って、うん、バッとライター落としたときにやっと火がつくと思っとったやろな。でガソリンの威力舐めとってんや。だから大やけど折って死にかけたやろあいつ、うんうんうん、そのガソリンの危険性を舐めとったから自分もなったんやわ、あれ、うん、きっとあんま言われてないけど、なるほど、だからガソリンつうのはもう爆弾と一緒やから、うん、そんななライターが落ちてやっと火がつくとかいう甘いもんじゃないということをお伝えしたかった。はい、以上です。はい。